片岡男は日本の実業家、野村証券初代社長や会長を務めた、大阪商業学校を経て、1906年、東京高等商業学校卒業。日本工業銀行貸付課長を務めていた際に、切れ者との評判を聞いた野村徳七にスカウトされ、新設された大阪野村銀行の実権を担う、取締役権支配人に37歳で就任。 1920年大阪野村銀行に証券部が新設され、片岡は証券部部長に就任。1922年にアメリカ合衆国に証券業界視察のため派遣され、1923年に帰国。1925年に設立された野村証券の初代社長に就任。1二十六年に校舎祭専門業者として営業を開始。 1927年にニューヨーク出張所を開設。1933年大阪新宅社長。1938年には公社再専業から脱却し、株式業務へ進出するため、株式業務許可を得た。1941年に野村証券社長退任、同会長就任。戦後の財閥解体の混乱期に、 公職追放で役員の大半を失った際には、北浦喜一郎に対し、野村証券はこの程度の追放で屋台骨が崩れることはないはずだ。玉ねぎのようにいくら皮を剥いても、新しい芽が出てくる。と述べて励ました。ジャパンライン社長を務めた片岡春志郎は次男。AB 人事更新録第8版。 昭和3年7月1982年6月11日日経産業新聞 AB1999 年7月19日日本経済新聞大和銀行大和銀行70年史渋沢社史データベース野村証券野村証券株式会社40年史渋沢社史データベース1991年8月6日日本経済新聞ありがとうございます